なのでバッテリーが新品、タイヤが新品、そして、車検付きということで、まあ、安心して乗れるわけですよね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ NBOX GL パッケージです。こちらね、あの中古車販売ということで、じゃじゃん、99万8000円で販売しております。初年度登録は平成29年の1月、車検付きの走行距離は 19,356 キロの車になりますね。いや、5年落ちのね、あの NBOX ということでね、あの2万キロしか実はこれ走ってないんですよね。ただね、車検付きで、しかもね、今回ね、あのタイヤを新品にしてくれると、これ結構ね、あのタイヤね、ツルツルでね、いや、これ結構ツルツルやわ。履き替えてなかったんで、これ新品に今回してくれます。それで、プラス、車検付きで、走行距離2万キロということですよね。NBOX ね、本当にね、この飽きのこないデザイン、あのモデルチェンジしても本当にね、どこ変わったのっていうぐらいね、わからないんですよね。結構ね、街中でよく見かけはするんですが、シンプルイズザベストっていうね、デザインですよね。これね、中古販売ということでね、今ちょっと外装の傷みがないか、見ていってるんですけど、フロントのこのフェンダー、あ、結構こんなフェンダーだったんやなね。見て、これなんか後付けのフェンダーみたいな、それぐらいのボリューミーなデザインになってるな。あ、今のところ大丈夫です。あ、やっぱタイヤがだいぶすごいな。これタイヤこんなツルツルなるっていうぐらいツルツル。まあこれ安心してください、新品に買えますんでね。よくこの辺がね、傷つくんですけど、どうでしょうか。めっちゃ綺麗ですめっちゃ綺麗ですねえ、あ、後ろこんな感じだったやな。テールランプね、クリアタイプの、これね、最初から純正でこういうね、デザインなんですね。あ、逆にこっちの右側の、あ、逆、こっちをちょっとコツンとするの逆に珍しいの。シルバーでタッチしてますね。これはね、まあ許容範囲じゃないですか。皆さんね、生活で普通に乗ってるとね、これぐらいしますよね。いや、それ以外は、なかなか綺麗だと思う。ちょっと内装見ていくか。はい、内装こんな感じです。すごいシンプルすごいシンプルね。っていうか、この黒のシートってこんな感じだったんやな。ちゃんとね、この NBOX のすごいところは肘置きがちゃんと出てくるっていうね。この辺がよくね、傷んでくるんですけど、まあまあね、まあまあって感じです。シート柔らかい、なんかふかふかする。これね、NBOX ってね、本当にね、乗り心地最高なんですよ。K って思えないぐらいのね、乗り心地。いや、その辺もね、すごいいいなと思います。ちょっとエンジンかけさせてもらおうわ。ちゃんとね、タコメーターがついてるっていうのがね、にくいよね。やっぱその辺ホンダ車だなという感じします。あー、よかった、ちゃんとナビ完備を。これね、ついてるとついてないでね、だいぶ違うんでね。ワンセグは使えるわ。あ、なんか角度、あ、角度がき、あ、なんかこれ何の意味あんの、この角度。 CD が入ります、よかった。あとね、これほら嬉しい ETC 完備です。これもね、結構後付けになるとお金かかっちゃうんでね、最初からついてるっていうのはいいですよね。よし、ちょっと後部座席チェックするか。そうそう、これね、リアのこれ、ここで操作できます。ほら、開けゴマ。ただね、助手席の方はこれ手動になるんですよね。あ、これやっぱ低床設計、乗りやすい。低いね、本当に。こういうのがついてくる。これ嬉しい。で、特にね、この後ろに、棚が出てきて欲しかったけど、ないやつでした。その代わり、ね、コンビニフックついてます。後部座席のシートも、まあ、これもともと黒なんでね、やっぱ汚れが目立たないというか、ほぼないです。目立った汚れなし。嬉しい。肘置き、ダブルで出てきたわ。で、これね、リアに大きい、この巻き込み用の、この真下が確認できるね、ちょっと湾曲したミラーがついてますね。天井灯が後ろにもついてるのがいいよね。いや、安心の NBOX ですよね。これちょっと一個世代前にはなるんですが、十分ですよね。あとね、ほら、マットめっちゃ綺麗よ。ほら、新品みたい。これ洗ってくれたんかな。めっちゃ綺麗です。
まあ、フロントのマットはまあそれなりにって感じはしますけど、結構ね、N ボックスってね、ひどいんですよね。後ろが、これ今シート倒した状態です。そうすると結構な広さよ、これ。自転車とか、これ折りたたみ自転車とか余裕で置けます。ねえ、この広さ、いやもうこれだけで買いだなっていう感じはしますね。ちょっとエンジンルーム見てみる？いやちょっとびっくり、こんな開き方すんねんな。このフロントグリルごと開くの知らなかったですね。えほら開けた感じこんな感じですよ皆さん。やっぱね、ホンダディーラーの方でやっぱメンテナンスこれからされていきますので、その辺もねやっぱ安心ですよね。バッテリーも今回ね新品にしてくれるみたいです。なのでバッテリーが新品、タイヤが新品、そして、車検付きということで、まあ、安心して乗れるわけですよね。こちらホンダカーズ大阪東花園店さんの方でね中古販売しております。99万8000円ですね。走行距離が 19,356 キロになりますね。いやもう本当にね、もう開けることないと思います皆さんね。もう最近ね本当に私もねもうボンネットって開けないですよね。はい、というわけで NBOX GL パッケージ、こちら中古販売になります。詳しくはね下の概要欄、貼ってますのでクリックしてくださいね。ついでにね私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで NBOX の中古販売でした。じゃあね、バーイ。